行くしかないダメだけど。え？ああ、痛い、クマ痛い、クマ、クマ、前、目の前。あ、やばい、見えなかった。林道を走る車の目の前に落ちてきたのはヒグマ。クマ、木登ったんだ。左。建物の陰から出てきたのは道路を悠然と歩くヒグマ。この週末も北海道で相次ぐヒグマとの遭遇。その熊の駆除をめぐり、猟友会と町の間に大きな溝が。冗談だろうと思いましたよ。わざわざ危険なとこへ行く価値はあるのかと。本当になんか誤解されてるんだけれども。町が提示した報酬額、日当8,500円。その金額や協力の条件をめぐり交渉が決裂。どうしてそんなになっちゃったのか分かんないですけども、やっぱり守ってくれる、ね、そういう人がいなくなったら困りますよね。ハンターバカにしているのか、ヒグマ駆除、町と猟友会、交渉決裂。行くしかダメだけど。え、ああ、痛い、クマ痛い、クマ、クマ、前、目の前。これは一昨日北海道上砂川町で撮影された映像。林道を走る車がカーブに差し掛かると、数十メートル先で木の枝が大きくしなります。落ちてきたのはヒグマ。よく見ると落下しながらも枝につかまろうと前足を伸ばしています。道に落ちた後、ヒグマの姿はすぐに見えなくなりました。下に今クマ落ちた。いや、びっくりした。あら、こちらは陸別町にある天文台の駐車場。建物の陰から出てきたのはヒグマ。辺りを見回し悠然と道路を歩いていきます。周りには車が止められていて、人の生活圏にヒグマが現れたことが分かります。まさかその天文台の敷地内、しかもその建物のすぐ下に出てきたということは、まあ、なかったもんですから、まあ、驚いたというところですね。天文台によるとヒグマの体長はおよそ 1.5 メートル。このヒグマによる被害はありませんでしたが、天文台は来館者に注意を呼びかけています。住宅街にほど近い林で撮影された映像には体長およそ2メートルのヒグマ。2本足で立ちダンスするような動きで木に背中をこすりつけています。設置されたカメラが気になるのか近づく様子も。なんかくれる人いるからこういうことするんだよ。これ刺激するな。観光客が通る車道に現れたヒグマ。人間を怖がる様子もなく、車の中を伺う素振りを見せながらゆっくりと歩きます。北海道ではヒグマの出没が相次ぎ、雨竜町では人が襲われる事態も。周辺には今もヒグマ注意報が出されています。その雨竜町からおよそ30キロ、4800人ほどが暮らす内江町ではヒグマ駆除をめぐりある問題が。去年一昨年とクマがその山里じゃなくて市街地まで出てくるようになってしまったということで、まあ、そこの体制を再構築しようということですね。これまで内江町では山に出ることが多かったヒグマをボランティアのハンターと協力して駆除してきました。しかし人里に降りてくるヒグマが増えたため、4月町は猟友会に
新たに熊の駆除などを行うチームへの参加を呼びかけました。しかし高校生のコンビニのバイトみたいな金額でやれ、俺はハンターをバカにしてないって話ですよ。町が提示した金額は日当8,500円、発砲を伴う場合でも1,300円、札幌市と比べると半額以下だといいます。冗談だろうと思いましたよ。猟友会は1回の出動につき45,000円を提示しましたが、予算がない、条例を変えなきゃならない、時間がないと。で後日仲間内で全員で話し合って、お断りしようと。町と猟友会の交渉は決裂。猟友会は町のヒグマ駆除に協力しないことになりました。そんな中、来井町の住宅街です。ここから数百メートル先で親子とみられる熊の目撃情報が相次いでいるということです。来井町では先週3日連続で住宅街のすぐ近くでヒグマの目撃情報が相次ぎました。あ、いたいたいた。これは4月根室市で撮影された車を襲うヒグマの映像。画面左には子グマがいて、襲ってきたのは子グマを守ろうと攻撃的になった母グマと見られています。内江町のヒグマ目撃情報は半分以上が親子連れのため、住民は不安を口にします。やっぱりドキドキしますね。畑なんかやってる時にもしひょっとすると近いからね、来るんじゃないかとか、そういうのはありますけどね。苗川の方にも出たっていうからさ、うん、散歩たまにしてたんだけど、今行ってこっちの方歩いてるね。あ、やっぱり出くわさないように、うんうん、言われたも歩いてたら、どっかの場さんに危ないよって。あ、今銃を向け始めました。今銃を向け始めました。今慌ただしく銃を向け始めました。あ、今クマが走り出しました。野生動物の捕獲や駆除に協力することが多いハンターの団体猟友会。内江町の猟友会が今回協力できないとしたのには報酬金額以外にもリスクの問題がありました。膝丈まで草があれば彼ら体重200キロあったって5メートル離れたところに身を隠しても分かんないんですよ。だから要は特殊部隊相手にしてハンターが勝負挑むようなもんですよね。実際に3メートル近いヒグマと対峙した砂川市の猟友会の支部長は、あ、かなり鋭いですね。これだいたい275キロ、だいたい2メーター75、手足伸ばしたら3メーターぐらいのヒグマの爪なんですよね。これが手にこうついてるわけ、やっぱり5本、これ5つ、それで頭をこうドーンとやられて、引き裂になって託されると。さらに自身の生活や猟友会の高齢化も。正直私たち仕事してるんでそれほど暇じゃないんです。介護関係の仕事をしているという山岸さん。内江の猟友会は5人が所属していますが、全員仕事をしながらハンターとして活動しています。さらに5人中3人が70代だといいます。町民のためとか住民のためとかって、それは自分たちの生活あっての話で、余力でやる話で自分たちの生活犠牲にしてまでやりますかって話です。猟友会から協力を断られたことについて町は、叩き台でしかまだなくてですね、残念ながら そこの段階できちんとした
意思の疎通ができなかったってことでしょうね。1万300円という報酬額についてはどのぐらいの報酬が妥当なのかっていうことでの議論がおそらく全国でもされてないと思っていて、それを協議するということだと思うんですよ。そういう意味で見直しありきというよりもそれを作り上げていくっていうことが協議の始まりで欲しかったなっていう気はしますよね、はい、町が提示している1万300円というのはその予算で出せる最大の額なんですか。そういうことじゃなくて、だから隣町でと一緒のベースでそれをベースに予算を組んだというだけの話ですよ。上がる可能性は全然あるし、上げること一つもやぶさかでないんで、一回も上げるつもりないって言ってませんから。提示した額はあくまで隣町を参考にしたベースの額で、安全確保の話についても話し合いを進めていくつもりだったという町。私たち委員としては町としての他の担当からの思いが伝わらなかったのかなと思って、そこのところは本当に反省しなきゃいけないなと思ってます。現在猟友会との交渉は途絶えたまま、町は当面猟友会に所属していないハンターにボランティアとして協力を仰ぐということです。駆除で発砲を伴った場合は1万300円を支払うつもりだった。でこれはあくまでも、三本町長によると叩き台のつもりだったということ で報酬や安全面についての協議の始まりであってほしかったと。で対応の仕方に反省はあるというふうに話していました。で一方で猟友会側の主張ですけれども、猟友会の山岸部会長はですね、緊急を伴う緊急出動の場合、これは実際に熊を駆除した場合も含まれるということですが、4万5000円の報酬を要求しています。で町側の提示額については高校生のバイト代以下だというふうに話してまして、ただ報酬だけではなくて熊の駆除の枠組みがないと、罠の仕掛けから片付けまで全部丸投げで、やる気が町としてのやる気が感じられないというふうにも話している、この部分も結構猟友会としては大きいということなんですね。じゃあ他の自治体はどうなのかですけれども、例えば幌加内町でいきますと、去年釣り人が熊に襲われて死亡したという事故をきっかけに増額されまして1日1万5000円、で札幌市は1日2万5300円で、捕獲や運搬を行った場合は3万6300円となっています。で島牧村でいきますと1日2万6900円、で緊急時の出動ですと4万300円で、これにプラスして実際に熊を捕獲した場合は10万円プラスで支払われるということなんです。では今後の自治体と猟友会との関係についてですけれども、酪農学園大学の佐藤教授はですね、熊の駆除については猟友会頼みの自治体が多いが、高齢化後継者不足によって今後困る地域が出てくると、猟友会頼みの熊対策を考え直す時期に来ているのではないかというふうに指摘されています。はい。